ジャクソン軍はアメリカ合衆国オレゴン州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は20万3206人である。軍名は第7代アメリカ合衆国大統領のアンドリュー・ジャクソンにちなんで名付けられた。軍内には11の法人化都市と34の未編入庁があり、最大の都市は1927年以来、 軍庁所在地でもあるメドフォードである。現在弱村軍となっているところには、モドック族、シャスタ族、タケルマ族、ラトガー族及びアムクワ族の各インディアンが住んでいた。1850年代初期、北のクリキタット族と南のデシュート族がこの地域を襲い、住み着いた。1852年1月12日に、オレゴン準州議会が、連軍の南西部と、 ダグラス軍とアムクワ軍南部の未編入領域を合わせてジャクソン軍を創設した。現在はクーズ軍。1852年にジャクソンビルに近いイリノイ川とローム川の渓谷で金が発見され、ジャクソン軍と南のカリフォルニア州及び北のダグラス軍をつなぐ荷車道が完成し、白人が大量に入ってきた。 高山市とインディアンの間の紛争が1853年の戦争につながり、これが完結的に続いて、1856年5月29日に、イリノイ川沿いビッグベンドで、アメリカの正規軍と市民兵の連合がジョンとジョージ各州長の率いる最後の部隊を破った時に終わった。インディアンは、この紛争を通じて、戦うほどに悪い方向に進み、降伏を始めると、 1856年1月に一つの集団がセーラムの西にあるグランドロンドインディアン居留地へ追い込まれたのを、はじめとして既存のインディアン居留地に次々と追いやられた。その後の数ヶ月間で他の集団も1857年5月までにそれまでの土地を立ち去ることを強いられ、シャスタ族、タケルマ族、ラトガワ族のほとんどすべてがシレッツ居留地に移住させられ、 現在もそこに泊まっている。ジャクソンビルが1853年に最初の郡庁所在地に指定された。しかし、ジャクソンビルは地域の近郊から上がる利益が減少したことや、オレゴン・カリフォルニア鉄道が1880年代に建設されたことで衰退していった。この鉄道はジャクソンビルを通らず、その5マイル東にあるメドフォードを通った。メドフォードは、 鉄道が通ったことと、それに伴って、商業や土地開発が進んだことで反映していった。ジャクソンビールは、軍庁所在地を移すという提案をうまく交わしていたが、最終的には1927年に、メドフォードが、新しい軍庁所在地に選ばれた。2004年3月、ジャクソン軍は、オレゴン州の他の35軍に先んじて、 森林と都市部の境目にある土地の家屋には任意で、あるが耐火建築とする計画を採用した。このことで、家の所有者はその家屋構造の周りに30分以上の耐火性能がある材料を用いることが要求され、1万2000個に影響した。2007年には、火山が火事に巻き込まれた場合、その賠償の危険性を考えて義務化されるようになった。 2007年5月15日、住民投票により、資金不足で4月6日から閉鎖されていた15カ所の公共図書館を再開しないことを決めた。これは、住民が図書館の運営資金を負担しないことに決めた2回目の住民投票だった。アメリカ合衆国でも最大の図書館閉鎖となった。これら図書館は2007年10月24日に、 開館時間を短縮して再開された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2802平方マイルであり、この内陸地は2.785平方マイル、水域は17平方マイルで、水域率は0.59%である。アムクワ国立の森の部分が軍内に入っている。軍内には、ログ川の支流である、ベアクリークとその流域がべて入っている。 メドフォード、アッシュランド、フェニックス、タレント及びセントラルポイントの人口集中部がこの水流沿いにある。溶岩で形成されたアッパーとロワー,ーのテーブルロック、近くでログ側に合流している。バレーオブログ州立公園のキャンプ場、週刊高速道路5号線に近いログ側の包みに、ある以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。内の主要産業は、医療、 農業、林業、製造業及び観光である。軍内には1万エーカーを超える果樹園があり、ジョセフィーン軍にまたがるログバレーとアップルゲートのワイン、生産地がある。彫刻に使われる石鹸石が軍内で産出されている。ベアクリークグリーンウェイはアッシュランドからセントラルポイントに流れるベアクリークの両岸の地域である。その中でも最も人気があるのは アッシュランドから北のメドフォードに向かう自転車道である。将来、全長は21マイルとなり、アッシュランドとセントラルポイントをつなぐ、舗装路でなる。暖かい春や夏には特に自転車やスケートを楽しむ、人々に人気がある。軍内のゴールドヒルには、道端のアトラクションである、オレゴンボーテックスがある。これは、重力の丘の例である。周辺地域に関わる、 超常現象と言われるものを展示しているが、工学的な作詞だと主張する者も,もいる。ありがとうございます。